ワイシャツ。ワイシャツは、主に男性の背広の下に着用する、前開きで、ボタンと襟とカフスが付いている白や、単色のシャツ。一般的な着用スタイルとしては、ネクタイを装着するのが一般的だが、クールビスの浸透などに伴い、ビジネスの現場において、オープンカラーでの着こなしも一般的になってきている。ホワイト、白い、シャツ。 ホワイトシャツに由来するため、本来は形状を指すものではなく、色だけを言及したものであるため、青いワイシャツといった表記は間違いであり、英語圏の人間には通用しない。原味ミズノの商標であるカッターシャツとほぼ同義。英語に習いドレスシャツとも呼ばれる。また、英語圏の人間と話すときに、濃色のシャツをワイシャツと呼ぶと、それはカラーシャツだ。と言われることがあるが、 このカラーは色を指す、カラー、発音、KLR であり、ラウンドカラーの Y シャツといった場合のカラーは襟、襟を指す、カラー、発音、KLR である。ブルーカラーとホワイトカラーも参照。この記事では便宜上、戦術の形状であれば、色付きシャツやアウターウェアとして使われるものについても述べる。もともとは男女共用の下着の変化シュミーズ朝シャツの意であった。 16世紀から17世紀頃に服の切れ目で下着を見せることが流行し白色の麻のシャツになった。第二次世界大戦前にはイタリアでアウターとしても着られるようになっておりイタリア戦線から帰還した兵士によりイギリスへも伝わった。そして現在の日本でもワイシャツは注意に分類されている。ヨーロッパの男性は1930年代にブリーフ。 トランクスができるまで下着はコンビネーション、裾の長いワイシャツやユニオンスーツのみであり、その当時は長い裾で股間を覆っていたという。ワイシャツの両脇が短く、前と後ろだけが長く垂れていて、一番下のボタンが余っているのはこの名残である。一番下のボタンは、後の裾のボタン穴にはめるためのものだった。現在はボタンを紛失した時の予備として使うことが多い。 一方、胸にパッチポケットがついているのはアウターとして着られるようになったためである。かつてはエリトカフスはスタッドボタンによって付け外しすることができ、選択や外見を変えることができた。ウィングカラーやクレリックカラー、セパレートカラー、スタンドカラーなどは関連が深い。現在でも伝統的に作っているところがある。袖のボタンはケンボロといって、 腕まくりをした時に袖をボタンで留めておくためのものである。ドレスシャツは部位のスタイルごとにいくつかの種類に分類することができる。ボタンダウンシャツやクレリックシャツなどがその一例である。通常、ドレスシャツには食譜を用いる。最も一般的なのは綿、麻、ポリエステル、ポリエステルブレンドなどで絹が用いられたりもする。フォーマルなシャツの生地としては ブロード折り、オックスフォード折りやポプリンといった綿折り物が用いられる。他には、ローン、シャンブレー、ツイル、エンドオンニエンド、オックスフォード、ドビー、ジャガード等。フォーマルでないラフなシャツの生地には、綿折り物や毛折り物で平折り、綾や折りのコーデュロイや、フランネル、綿折り物で綾や折りのデニムやダンガリーが用いられる。綿は一年中使える素材で水に強く通気性や、 放熱性が高いがシワになりやすい。朝は通気性が良いがシワになりやすい。ポリエステルはシワになりにくいが、通気性や放熱性が悪い、という特徴がある。シワのなりやすさは、形状安定、形状記憶、e g ア等と呼ばれる加工で変わってくる。形状記憶繊維は、綿やポリエステルコンボのワイシャツに使われ、シワになりにくいように加工されている。 主にホルムアルデヒド等の薬品を吹き付けてある。綿100%よりポリエステルの割合が多い方がシワになりにくいが伸縮や通気性が悪くなる欠点もある。昔は形状安定は綿100%でも伸縮や通気性が悪いと言われてきたが、近年は改良により形状安定でも通気性が良い製品が出てきた。通気性に関わり形状安定を使用しない人も、 少なくない。Y シャツは通常、襟とボタンがついた白いシャツを指すが、これを基調にした、チェック、縞柄や、生成色、オフホワイト、クリーム色、薄い色に限る、アイボリー、薄い色に限る、水色、サックスブルーの薄い色も含めて使われることが多い。それ以外の色は、クールビズやビジネスカジュアルとして使われることがある濃い色の、クリーム色や、 アボリーの2色やベージュ、黒、灰色、茶色、ピンク、赤、青、緑などは、ドレスシャツや、カッターシャツの定義に含まれるがワイシャツとは呼ばない。色の割合については、背広、ブラウス、ネクタイ、ポケットチーフも参考にされたい。主に、ビジネスとして用いられる襟の高さは35から4 5ト、mm、ルほどである。それ以上高くなると、 喉仏や顎に当たり着心地や見た目が悪くなる。背広のラペルの幅とワイシャツの襟の幅、ネクタイの幅を合わせることと見た目が揃う。ワイシャツの襟の開きにあったネクタイの結び目の太さを選ぶことでより着こなしが広がる。ネクタイの厚さ、薄さも考慮する必要がある。メーカーにより故障が異なる場合がある。メーカーにより故障が異なる場合がある。 メーカーにより故障が異なる場合がある。プリーツの代わりにギャザーのシャツも存在する。メーカーにより故障が異なる場合がある。メーカーにより故障が異なる場合がある。ワイシャツという言葉は前述の通り英語のホワイトシャツ、白いシャツから生まれた。ホワイトよりもワイとかカカナ化する方が実際の英語のホワイトの発音に近い。ホワイトシャツは明治末期に一般化したものであるが、 その後、大正初期にかけて、この後は、ワイシャツとなって一般に定着した。さらにその後、昭和初期には、原義を超えて、背広の下に着るシャツの意味で使われるようになった。このため、ワイシャツという言葉は、日本固有の単語であり、海外では通用せず、ただし、韓国においては、日本経由により、標準語として使われている、近年では、 関東を中心とした東日本でもいられている。Y シャツとも表記するが、当然ながら T シャツとは語源が全く異なるのである。黒い Y シャツ、赤い Y シャツなどは原理からすれば誤った表現である。1918年、大正7年に大阪のスポーツ用品メーカー水野、源、水野がカッターシャツという名称のカジュアルシャツを売り出した。 ちょうど第一次世界大戦で勝ったことにかけて、水野の創業者、水野利八が名付けたという。この商標が一般化し、関西を中心とする西日本で用いられている、古称である。特に学校制服として用いられるような白い、プレーンなシャツというイメージが強いとされている。をそのまま日本語読みにした呼び名は、日本語で言うところの、Y シャツとほぼ同じ意味合いであるが、 日本語のドレスシャツという呼び名を一部の人々は冷凍用のシャツという名字で捉えている。ただし実際には冷凍用シャツはという多くの人にとってドレスシャツの方がワイシャツよりもシャレた響きがすることから特に紳士服店で用いられる呼び名である。日本をはじめとする東アジアでは夏の蒸し暑い気候に合わせて半袖のワイシャツがよく用いられる。 1960年代、香港シャツという名前で、石津健介が製作し、火として、日本に定着した。白や水色、薄いピンク以外の色や無地以外のシャツを使用したものや、両胸にポケットがあり、レギュラーカラーや、ボタンダウン、スタンドカラーなどの襟に変化をつけたもの、ベニムやダンガリー、シャンブレー、フランネルなどの既存のワイシャツと、織物や素材を買い使用したもの、 チェックや、ストライプなどの模様が施されたもの、身幅を絞り細身にしたシャツは、カジュアルシャツや、ダンガリーシャツ、ワークシャツ、ネルシャツ、パイロットシャツ、半袖で検証、正しくは、ショルダーループがついたやつ、操縦士の夏制服であることから、などと呼称されることがある。イシャツは、体型の違いやデザインの趣向の違いにより、様々なサイズの既製品が発売され、 またオーダーメイドによる販売も行われている。非製品を購入する場合、基本的には首回りと雪丈によりサイズを判別する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。